アルストオブリーのテストステロンのレベルが普通の人間より14倍高かったそうです。あ、それはおかしいね。まあ検査でテストステロンがどれほど高いかっていう測り方なんですけれども、はい、テストステロン to エピテストステロンレベルって呼ばれてるんですよ、うん、で普通の人間、まあ、男性はこのテストステロン to エピテストステロンレベルが1対1なの、はい、でテストステロンだけ取るとテストステロンが上がるんだけどエピテストステロンは動かないんです、はい、でアレスター・オーブリームのテストステロンは14、エピテストステロンは1、だから普通の男性よりも14倍高いっていうことです。 Oh no。 ただアスリートは普通の人間じゃないじゃん、はい、特別な DNA を持ってるから WADA は4対1のレシオを OK してるんです、はい、で NSA は6対1、お、結構なんだろう、緩いんです。なるほど。ただそれでもアレストは14対1だったの。それはいくらなんでもやりすぎですよね。ちょっとやりすぎです。うん、うんうん、で捕まった後アレスター・オーブリンの言い訳なんですけれども、テストステロンが混ざっている抗炎症薬を医者にもらったっていうことで、結構まあこれが本当だったらすごいパワフルな抗炎症薬をもらったんじゃないかな。僕も欲しいですそれ。欲しいかな。どうなんだろう。アレスター・オーブリンみたいな体を手に入れられるならそのドクター紹介してください。